チュウを嫌でしょ。だからみんなでピカチュウの笑顔を取り戻すために協力してほしいことがあるの。みんな手伝ってくれるかな。手伝ってくれる人ありがとう。じゃあみんな立ち上がってください。みんなでピカチュウの笑顔を取り戻すためにピカチュウビームの練習をします。ではまず右手をピカチュウシグナル、そして左手もピカチュウシグナル。そうです、この手をピカッと振らせてクロスしてグーって切ったら思いっきりビーム。そう、このビームの時にみんなでピカチュウビームって言ってね。じゃあもう一度いくよ。右手ピカチュウ、左手ピカチュウ、ガッと光らせてクロスしてそのままピカチュウビーム。もっと大きな声出せるはずだよ。もう一回いくよ。ピカチュウピカチュウガックロス、みんなでピカチュウビーム。さあどうぞ、もう一度、せーの、ピカチュウピカチュウガックロス、みんなでピカチュウビーム。さあもっと早く、ピカチュウガッピカチュウビーム、ピカチュウガッピカチュウビーム。もっと早く、ピカチュウビーム、ピカチュウビーム、ピカチュウビーム。上手上手。Just awesome.